はい、匠創造の高井です。今回も父独語館をしてまいります。2019年11月号、特集語らざれば憂いなきに至りということで、今日独語館しますのは父追想の、89ページ社会問題解決の鍵は論語にありということで、寄稿されている岩越さん、岩越豊夫さんの記事から私が受け取ったことであります。論語という、ね、世界で生きておられる方ですので、大変すごい、ね、言葉がシャワーのように、ね、たくさん書かれておられたんですけども、その中の一つを抜粋するっていうことではなくてですね、私自身が改めて思ったことは、人生は他者の幸せ、他者を幸せにするためにあるっていうことを改めて感じた次第です。私利私欲が増長している日本です。この中でやっぱり大事にしていきたいのは助というね、思いやりっていう心、相手を思いやる心が必要になっているのかなというふうに思います。ね、この思いやりは究極的にはですね、自分がしてもらいたいことを相手にしてあげなさい。自分がしてもらいたくないこと、したら嫌だって思うことを相手にしちゃダメだよっていうこと。ごくごく、ごくごく当たり前のことじゃないですか。でもこれができてない社会になってきているのではないかなっていうことを思います。特に危険を感じるのが、人が見えない人の顔、人の体温が感じないところでの人間関係のやり取りが多くなっている今の社会の中で、この助の心っていうのを持ちながら、そこに、その例えば SNS だとか YouTube だとか、そういう目に見えないところでの人とのやり取りっていう部分がすごく考えなければならないのかなということを思わされます。ツイッターで炎上させることが今の世の中、いわゆる今の成功者は炎上させることが目的になったりしています。でもそれって助の精神からするとどうなんだろうな。でもおそらくです、最終的には理屈をつけて正当化するというそういうやり方をきっと取られると思います。でも心の内、私たちの心の中をやっぱり正直に見た時に、やられて嫌なことをされてしまったらやっぱり理屈抜きに嫌ですよね。それにやっちゃいけないって分かってて自分でやってしまったら、それってやっぱりダメなことなんですよ。だからそのことを自分自身に問いかけられるかどうかっていうのをすごく問われるんじゃないかなと思います。私ですね、今 Google の口コミってあるじゃないですか。あの口コミで結構ですね、私のお客さんの、まあそのGoogle のね、マイビジネスの管理を私がしてるもんですから、その対応ですごくね、考えさせられるんです。いろんな体験をしていろんな嫌な思いをしたのかもしれないけれども、ものすごく感情に火がついてしまって口コミ情報をふわっと書き込む人、もうありとあらゆる悪態をつく、ね、よくここまでっていう言葉で悪態をつかれる方、この方々本当に何なんだろうって思っちゃいます。この助の心って多分通じないですよね、言ったところでね。それぐらいなんかもう
攻撃をすると決めたら攻撃、ものすごい攻撃をしますよ。そしてもう相手が立ち直れないぐらいの攻撃をしていいと思ってやっちゃうっていうね、恐ろしいことです。私はまあどういう状況、 SNS だろうが、そういう口コミだろうがね、自分と相手がいて、自分がされて嫌なことをあなたはやってないですかってやっぱり問う必要があるように思います。特にね、口コミ情報とかで、口コミを書くことでね、自分のポイントが上がったりね、評価が上がったりとかね、人がそこに集まったりとか、もしかするとお金儲けになったりするのかもしれない。でもそのことをね、しっかり考えてほしいなというふうに思った次第です。はい、そんなことで、全くね、この地図理想からは外れてますけれども、私自身がそのように、人生は他者を幸せにするためにあるもんじゃないかなということを感じた次第です。はい、そんなんで今日はここで閉じたいと思います。それではまた。